くるちょもちょも今日はいい日だね。ジョルです。オッケーということで今日もやっていきましょう。くるちょもチャンネル。さあ唐突ではありますが皆さんチーク菓子食ってますか？チーク菓子ってなんぞやってことですけれども、遊びながら学べて食べて楽しめる。今ではお寿司やケーキなんか見た目そっくりなお菓子を作れるものもたくさんあってですね、子供がキャッキャ言いながら楽しんで作ってると思うんですけども、チョモラーテも40になりましたが、そんなチョモラーテが子供の頃からチーク菓子界隈に君臨、そしてその王座を独走し続けているチーク菓子がありまして、くるちょもチャンネルでも一度紹介しましたねるねるねるね。まああれぞ王道のチーク菓子と言っていいんじゃないでしょうか。今でも無性に食べたくなる時ありますもんね。きっと死ぬまでチョモラテの中でのチーク菓子ナンバーワンはねるねるねるね。これはもう揺らぐことのない事実かと思ってましたが、そんなねるねるねるねの独走体制を覆すチーク菓子を発見してしまいました。今日はそれを紹介していこうと思います。ということでいきましょう。レディゴー。くるちょもチャンネル。それですね、もう待ちきれないんで早速作っていこうと思います。ということでこちらです。おやつとすみっこ暮らしプランキッキッキー。かわいいんだからもう。対象年齢3歳以上、飾れる台紙は全5種類、どれか1つが入ってます。プルプル立体ゼリーが簡単に作れるよう電子レンジ不使用ということですね。ちょもくんの大好きなすみっこ暮らしの中でも一番推しのトカゲちゃんのプルプルゼリーが簡単に作れちゃうということでやっていこうと思いまーす。くるちょもチャンネル。まず作り方の説明からいきましょうね。はい、こちらです。読み上げていきますね。よく手を洗ってから作ろう。お子様が小さい場合は大人の方が作ってあげてくださいね。入っているもの、型は一度洗ってからご使用ください。型前後ろセット、台紙1枚、プルンチュッチュの素1袋、フルーツ味。用意するもの、コップ2個、小さめのスプーン1本、飲料水、常温、お皿1枚。まず型をミシン目で切り離します。型がへこんでいたら裏から押して直してね。型の縁で手などを切らないようにご注意ください。2番、型前後ろを確認してしっかり組み合わせます。パチ。3番、2の型を逆さにし図の位置まで水を入れます。ここまで入れる。4番、3の水をコップに移しておきます。水を測った後の型は一度ばらして中をよく拭いてください。5番、もう1個のコップにプルンチュッチの素を入れ、4の水を半分入れてスプーンでよく混ぜます。6番、残りの水も入れて30秒以内に混ぜます。混ぜすぎると固まるので注意だよ。7番、6の液を少しずつ図の位置まで入れます。ここまで入れる。トントンということで足や顔のパーツなどにも行き渡るように途中でトントンして空気を抜いてください。8番、そのまま常温で30分置きます。30分経ったら型から取り出して完成。台紙に飾って遊ぼう。出来上がったプルンチュッチは早めに食べてね。台紙を図のように組み立ててね。ということで早速作っていきましょう。楽しみ。くるくる。はい、ということで準備しました。よろしくお願いします。オープン。さあ何が出るかな、何が出るかな言うて、あ、今回の台紙はこんな感じのかわいいちゃんが出てきました。先にこれだけでも組み立てておこう。こうか。じゃあまずこの型をミシン目で切り離すとピー。もうかわいい。で、肩の前と後ろを確認してしっかり組み合わせる。前と後ろ、ここだね。こうだ。で、2の肩を逆さにし、これ水漏れへんのかな、大丈夫かな。図の位置まで、まあここが浸るぐらいまで入れるってことね。入れていきやす。おい、入れたよ。で、3の水をコップに移しておく。このコップに移す。で、もう一個のコップにプルンチュッチュの素を入れ、このコップにプルンチュッチュの素を入れて、プルンチュッチュ。ほら、ほれ。あかんっぽい粉入ってるな。こちらプルンチュッチュの素ですね。入れましたと。で、この水を半分入れてスプーンでよく混ぜます。半分ね、無水の半分。こんぐらい、半分でよく混ぜる。混ぜたよ。で、残りの水も入れて30秒以内に混ぜます。やべ、最初に半分以上入れてたな。混ぜすぎると固まるので注意。よく混ぜますよ、多分。今度は混ぜすぎると固まるので注意。むずいぞ、その具合が。どんなもんだ、あんばいがわからんな。初めてよし。で、6の液を少しずつ図の位置まで入れると。なるほど。じゃあこれをここに入れていくわけだ。うん、こういうの横着すると俺絶対こぼすからね、ちゃんとやりましょうね。言うてるそばから足りるか。あ、ちょうど足りそうやな。あ、バッチリかも。はい、ということで、やべえ、途中でトントンして空気を抜いてくださいって、スプーンでトントンしてたからいいか。トントン忘れた。トントン忘れないようにしてくださいね、トントン。で、このまま常温で30分置きますので、今しばしお待ちください。ちょもちょも。たった !30 分たったということでですね、固まったんでしょうか。それでは開封していこうと思いまーす。パッカーン見て、プルプルチュッチュ、プルチュッチュ。ここまで入れたからなんかちょっと下のところがブニュってなっちゃってますけれども、乗っけていこうと思います。お、やばい、見てください、このプルプルちょっと待って、この下のとこがちょっと今このプルプルチュッチュの素をちょっと入れすぎちゃったせいで、すり切りいっぱいまでじゃなくてボディラインちょうどのとこまででよかったんですね。バラバラチュッチュ。さあ、これでバッチリだと思います。見て見て、ディギリー。うるちょもチャンネル。久しぶりにチーク菓子やってみましたけれども、やっぱり楽しいよね。出来上がりこれだとめっちゃ嬉しい感じもするし、ちっちゃい子なんか大喜びじゃないでしょうか。なのでね、今日のお父さんお母さん、休日なんかにはこのすみっこ暮らしのブルーチュッチュ、お子様と一緒に楽しんでみてはどうでしょうか。ほんまにめちゃめちゃ可愛くできるし、初めて作ったけどすごい思った以上に上手にできてめっちゃ楽しかったです。ということでですね、本日のくるちょもチャンネルはチーク菓子、お菓子とすみっこ暮らしプルンチュッチュ作ってみたでした。ありがとうございました。プルンプルンチュッチュ。意外とうまいな。